はい、皆さんこんにちは、マナリグルビッシュです。では今回は低速の決断法パワープキット PC 版ですね、続きをプレイしていきたいと思います。まずですね、地中海に進出を果たしました。ドイツがかなり押し込まれていたので、ドイツの側面支援という意味から、アメリカ戦、特に西海岸あるいはメキシコ沖からですね、主力艦隊を転進させて地中海に侵入しましたので、今回はですね、さらに先へ先へとイギリス軍を駆逐しながらドイツの支援というのをやっていきたいというふうに思います。まず艦隊ですね、東地中海に入っている艦隊、中破してしまっているあるいは小破してしまっている艦隊をですね、一旦抜いて守る艦隊と攻める艦隊と、これを分けていきましょう。これでちょっとね、艦隊としては戦力がダウンするというのはあると思うんですが、まず第3艦隊が空母が1隻のみ、第4艦隊の方が空母が3隻という体制になります。忘れないうちに艦載機の方ですね、ここは増強をしておきたいと思います。特に乗せる艦載機のバランスとかもね、ちょっと十分に考えていきたいなというところではあるんですが、特にね、これ見てもらった通り雷撃機が一機もないという状態になってしまってるんですけど、これはもうしょうがないので、雷撃機がない分は爆撃機で補いましょう。護衛機は虹の戦闘機が配備できるなら虹の戦闘機の方が性能が圧倒的に上なので変えていきましょう。さあ、これで最前線の艦隊は一旦ですね、戦力が整ったというところになります。でマダガスカル沖これもちょっと動かせないんでね、マダガスカル沖はいつまたイギリス軍が侵攻してくるか、奪還を狙ってくるかわからないので、ここもちょっと一旦艦隊の増強だけはしておきましょう。空母中心だとどうしてもね、艦載機が少なくなってくると辛いかなというところがありますが、ここはひたすらに艦載機の増強でしのいでいきましょう。まあ、敵が攻めてこないのであれば、まあ、それに越したことはないねというところではありますからね。で続いてですね、各艦隊の動静を確認しておきたいんですが、第7艦隊は今航海でさらに進撃中というところになるので、これいわゆる洋上基地型の空母、最新鋭の洋上基地型空母なんで、これをね、しっかり前へ前へと進めていくというのがなるんですが、ここに
そうだな、マダガスカル沖にいる艦隊から提督を引き抜きましょうか。まずは西地中海まで進出。で、第8艦隊も、これも西地中海まで進出。この辺りがね、次期主力艦隊ということになっていきますからね。第9艦隊はもうちょっと増強を待ちましょうか。では、まずは東地中海にいる艦隊、彼らを一旦西地中海まで移動させましょう。まあ、イギリス軍もね、このまま黙っているともちょっと思えないというところもあるので、しっかり先に進んで最前線の防衛ですね。これを図っていきましょう。で、あと提督、マダガスカル沖にいる艦隊から引き抜きという意味では、栗田さん、三河さん、伊藤さん、城島さん、この4名だね。これを引き抜いていきましょう。空母に提督を乗せ替えます。ちなみに PS2 版のですね、提督の決断法をプレイしようと思って、まあ、ちょっと PC でなんとかと思ったんですけど、どうにも動かなかったので、新しくね、PS2 を中古で購入しました。なので、まあ、近々ですね、なんとか時間作って、PS2 版の提督の決断もね、プレイしていきたいと思いますので、まあ、ぜひぜひ応援の方していただければなというふうに思います。じゃあまず時間を送っていきましょう。 PS2 版の提督の決断はやっぱり戦闘シーンですよね。海戦シーンがすごくかっこいいんで、そこをねちょっと見越してプレイをしていきたいなと思うんですが、潜水艦が今回ざっくりガチッと作られましたね。じゃあ艦隊作っていきましょう。新編成で第16艦隊として、これ潜水艦隊ですね。まあ、出番がこの先あるかと言われるとクエスチョンではあるんですが、この第16艦隊として、作った艦隊ですね。第5艦隊になっちゃってるんで、これちょっと第16艦隊に再編しちゃいましょう。本当に潜水艦を作るのとかがめちゃくちゃ楽になるんじゃないかなと思って、ちょっと期待はしてるんですけどね。とにかく潜水艦を大量に作るときには結構めんどくさいんで、 PS2 版だと潜水艦10隻とかってやると、バーンと作れるんですけど、 PC 版だと10隻作ろうと思うと1隻ずつ10回操作をしなきゃいけないっていうのがね、ちょっと煩わしいかなというところだったんですけど、そしたら戦艦武蔵、これを増強して、さらに空母、これも増強します。で、あとは防空巡洋艦、これで正規空母3隻体制、さらに航空戦艦が2隻。これ航空戦艦と空母ってどうだろう。空母4隻がマックスの構成に
しなきゃいけないよっていうのが当てはまるかどうかちょっと微妙ですね。確認します。ダメだとなると空母はやっぱ外すしかないね。一隻外しておいて、これで16隻体制の第9艦隊新設できましたね。でまあちょっと、ま、紛らわしいんでこれ第5艦隊としてしまって新しく新設しましょう。で第5艦隊もメキシコに派遣していきます。そうするとだ、今イタリア近海あるいは西中海に入っている艦隊なんですけど、ここにちょっと微妙だなって思うのが、第2艦隊は今ここにいるよね、メキシコに。で航海にいるのが一旦西地中海に艦隊を置いておいて、急いで増強用の艦隊、艦艇、そういう意味で第15艦隊として、そうか、第15艦隊は今マダガスカル沖に移動中か。じゃあ第14艦隊これも移動中となると、新編成で第13艦隊として残りの艦艇ですね、これらを置いて、特に揚陸艦ですね、揚陸艦、これが今すぐにでも欲しいので、第9艦隊としてこれを一旦西地中海に入れて、すり減った艦隊の増強に当てていきましょう。で編成としては以上でいいのかな。未配備艦がいない状態なので一旦これで内政をやっていきましょう。まずは兵器開発、もうお金に余裕がある今のうちにできることは全てやっていきましょう。物資援助は鉄が全くなくなってるね、ドイツは。ジブラルタル、ペルー、この辺りにスパイを送り込みましょう。で航空機の生産ですね、ここは虹の戦闘機、これを約20機、虹の護衛機、これも20機で、虹の重爆、いやー偵察、今回偵察ちょっと作っておきたいよな。あとは攻撃機なんですよね、虹の攻撃機、これが全くないので残り攻撃機を作っていきましょう。で未配備艦で確認しておきたいのが、この後作られてくる艦艇たちなんですけど、どうだろうね、防空巡洋艦がいくつか出てくるんですけど、正規空母がこの先増強予定がないんだな。そうすると艦船ではどうする、さらに空母作っていく、どうなんだろうかっていう感じはするけどね。もし新しく空母作るんだったら、さらに増やしたいよね、搭載する数を。今だと150だもんな。低速の空母にするにしてもだな、洋上要塞型空母みたいな形でね、ちょっと作っていく分には面白いかなとは思うんですけど。洋上要塞型空母っていう意味では
相当に面白い空母が出来上がりそうですけどね。甲板を上げたいので、まあこれをさらに限界まで上げていくとかってやると、いや相当に強い、まさに洋上基地ではなく要塞型空母みたいな形で、ちょっとじゃあ設計入れていきますか。これどうだ、これで洋上要塞型空母、これさ空母の最終形態と言ってもいいな。洋上要塞空母、まあ、低速なものの航空機150機搭載ができて、光学砲18機、機銃180門、さらにご覧の装甲艦、これ相当強いんじゃないの。であと最終的な超大和型として、甲斐大和をベースに主砲を53センチ砲、これを搭載したものをね作っていければいいかなと思いますので、それは53センチ砲が新しく開発が完了したら作っていきましょう。じゃあまずはですね、今回は防空銃巡洋艦、これを作っていきます。これも結構ねお金かかりますからね。では時間を進めていきましょう。ジェットエンジン、これが開発終わったので、どうだろうな。ああ大型ディーゼル機関ができたか。これ先にやっとけばもう一旦待てばより武装強化できたかもしれないね。夜間の航空機、これすぐにやろう。今すぐにでもやりたいですからね、これに関しては。7000もかかるのか、めちゃくちゃ金かかるな。そうすると航空機しか今回は作れないかな。しかも数はあまり作れなそう。航空機はやっぱり夜間の離発着可能なものが生産できるようになったら、開発できるようになったら、そこに一挙に投入したいので、設計はしばらく控えましょう。そしたらもう一旦先に進めちゃいますか。
よし、臨時予算1万9000はでかいね。さあ次は攻略目標を、どうだ、大本営はアメリカ軍の攻略の方に、注力するような指示が入ってますね。2ヶ月間で、じゃあ希望砲だな、希望砲の攻略にしましょう。そうすると、マダガスカル沖に艦隊を集結させていきましょう。鉄もアルミもだいぶ余裕が出てきたんで、あとはもう本当にお金だね。今回はね、お金がそれこそ目標を達成したことによって臨時のボーナスがドカッと入ってきましたけど、でまとまった数、設計後生産していきたいので、一旦これくらいに留めておいて、虹の、いやいや虹じゃなくて防空巡洋艦ですね、これを数作っていきましょう。これも例えば10隻作るときに PS2 とかだとね、数を10って入れたら10隻作れるんですけど、今僕がやってるように10隻作ろうと思うと10回この操作をしなきゃいけないっていうのがね、ちょっと煩わしいんですよね。さあ一旦じゃあこれくらいに止めおいて、艦隊の動き確認しておきましょう。第一艦隊、これこのまま、はあ、ここに停泊ですね。第二艦隊も同様。第三艦隊、これが今西地中海で停泊中。第四艦隊も同じです。第五艦隊、これは第16の潜水艦隊とともにハワイ、メキシコ沖へ移動中。第6艦隊の増強だね、そうなると。第8艦隊を、そうすると一旦、マダガスカル沖に移動させちゃおう。で、メキシコの方って提督どうなってる？乗ってないよね。練度の低い第8艦隊がどこまでやれんだいというとこだな、そうなると。これを希望砲の攻略部隊に当てようかなと今思ってたんですけど、練度が低く提督もいないこの艦隊を果たして派遣して本当にいいのかというのがちょっと疑問だな。とはいえだ、西地中海に集結中の艦隊を希望砲方面に転進させる余裕はないな、さすがに。さあではちょっと艦隊の合流を待ってはいられないので、ジブラルタルに主力艦隊、3空母艦隊、まあとはいえ第3艦隊はね、空母がだいぶすり減ってますけど、これを投入していきましょう。
そうか、スパイレベルとか全然確認してなかったけど、スパイ全然入り込めてないね、今のを見ると。さあ敵の艦隊発見ですね。レーザースキーが出てるな、敵も。PS 版だとここがねリアルプレイになるので、だいぶね見栄えが変わってくるかなというところなんですよね。アメリカ軍が入り込んでるね、ジブラルタルには。かつアメリカ軍の空母がいますね。さらに敵の方はこれ大部隊だな、かなり大きな飛行機が来ているけど、これはなんだ、おそらくこれは敵の基地から出てるな。神竜が危ないので神竜は撤退させましょう。しかも急いでね。いや、ジブラルタルには相当な数のアメリカ軍が入って込んでるな。ちょっと甘く見てましたね。神竜が沈没したか。久しぶりに空母が沈められたぞ。いや、この飛行場相当数があるな、飛行機の数が。味方の空母が沈められるってすごい久しぶりだな。これで第三艦隊からは空母がいなくなりましたね。敵の飛行場から爆撃機が飛んでるね。緑なので、イギリス軍ですね。敵の軽空母インディペンデンス、これ撃沈してますね。敵空母コロッサス型軽空母、これ撃沈してます。いや、だいぶ被害が出てるな。第三艦隊はほぼ壊滅ですね。これ敵の水上部隊も壊滅的なダメージを与えているので、まあ、第三艦隊が壊滅した状態にはなりますけどね。これで第三艦隊が壊滅ですね。この辺りとかにさ、敵の基地があるんじゃないかなと思うんだけど。
ないか。敵の基地がありそうなところをしらみつぶしにしたかったんだけどね。敵の飛行機の行方を見守る限りここにいますね。敵の飛行場が。ちょっと夜の間は時間を早めていきましょう。夜明けとともに攻撃隊をすでに発見済みの飛行場へ、さらに偵察機も敵の飛行場があるであろう場所へと飛ばしていきます。雨か。夜明けが近づいてきたところで雨ですね。まあ、まさか第三艦隊が壊滅するとは思わなかったからな。航空隊発見。まあ確かにね、神竜は飛竜型の空母で走行が万全ではないというのはもちろんあったんですが、偵察機が敵の直縁を結果的に釣り出してくれたおかげで爆撃機が敵の飛行場に殺到できてるな。これすごくハマったパターンですね。慌てて戻ってくる敵の直縁という感じですね。まあ、ただ味方の爆撃機は足の遅い重爆が中心なんで、まあ、ちょっとね、敵の直縁に追い回されると辛いところですね。まあ、アメリカ軍、イギリス軍のまさに連合軍という感じになってきて、来てますね、ここでの戦いは。ジブラルタルを取れれば、ヨーロッパでの拠点が確保できるので、すごく大きい。了解。
は敵の飛行場があるであろう場所は確認はできているんで、ここに偵察機を飛ばしていきます。発見したね。了解了解了解。いや、この重要海域に飛行場が2つしかないっていうのはちょっと考えにくいんで、もう一箇所あると思うんだよね。その場所がどこなのかがちょっとわからない。こちら辺とかにあるんじゃないかな。了解。いや、さすがよ、ジブラルタル。むちゃくちゃな数の飛行機配備されてるね。まあ、それ以上に、こちらの空母は、洋上基地型空母なんで、数はむちゃくちゃ乗せてるんですけど。当然陸上型の飛行機の方が性能はいいんでね、艦上機のものより。あとは夜間の離発着可能な戦闘機、これが早く作れれば、昼夜を問わずね、爆撃機を飛ばせるんで、戦闘効率がだいぶ良くなるかなとは思うんですが。やっぱりもう一箇所飛行場あるよね。了解。それがどこなんだいというところなんだけどな。了解。了解。了解。やっぱりあったな。時間的にどうだ？うわー、爆撃機が攻撃届かなかったね。こうなると味方にはね、砲撃戦ができる艦艇がいないので、もう敵の飛行場が分かっていて、敵の戦力がいないと分かっていても攻撃に移れないと。ちょっと歯がゆいですが、ここはもう完全にスパイを送ってなかった味方の作戦ミスですね。まあ、第3艦隊が事実上壊滅というところで、第4、第7艦隊というのが生き残りになりますね。そしたら、傷ついた艦隊ですね、第3艦隊、これは一旦
マダガスカル沖に入れちゃいましょう。で、西地中海にいる艦隊、これ第4と第7の両艦隊は、間髪入れずにジブラルタルを攻めたいなというふうに思います。その様子はじゃあまた次回ねプレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。